傷んでしまった時、石化とかあと増やす時もそうなんだけど、うん、ピーってきれいに縦に裂いてあげて、はい、こんな感じで切ってあげると、うん、はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、はいはい、今日はね、大きいセットを発送させていただいてます。はい、大きいあのデカ盛りのセットね、うん、あの着々と発送させていただいておりますので、はい、ご到着までお待ちくださいませ。はい、結構箱がでかいので、うん、届いた時にまさか多肉植物が入ってると思わないようなサイズの箱です。いつも の, あの小さな箱じゃないので、はい、ちょっとゴミもがさばってしまいますが、はい、あのね、大切に梱包して発送させていただいておりますので、はい、ご到着までお待ちください。はいはい、そして皆さんに一つお詫びをしなくてはいけないことがあって、ちょっとお話しさせていただきます。はい、昨日あのメールで一斉に対象の方にお送りさせていただいたんですが、うん、バレンタインのセットに一部の群生株にちょっと遅延が出てしまって、出荷先農場がちょっと低温の時期になってしまって、すぐに今出荷ができない状態になってしまいました。で、あの無理してね、出荷することはできるんですが、やっぱりその途中で間違いなく凍結してしまいますので、うん、ちょっと低温の時期が寒いのかな、冬がね、うん、ね、低温の時期がちょっと過ぎるまであの輸入をね、一回ちょっと止めてもらってます、はい、あのね、その日その日によって気温が違うんだけど、やっぱりこう飛行機に乗せられてここまで到着するのに1週間から10日ぐらいかかります、うん、その間にやっぱり検査を受けたりとか、いろんなこう過程を通ってくるんだけど、うん、その間にね、あの低温にさらされてしまうと間違いなく凍結してしまいますので、はい、あのちょっとお時間をいただいております。で、はい、一応メールでご案内は昨日させていただいておりますので、うん、そちらの日程でお送りをさせていただこうと思っています。はい、本当にご迷惑をおかけしてしまって申し訳ないです。はい、はい、もう想定外でびっくりしてしまって自分でもね、うん、でもあの群生株以外は到着はしているんですが、その到着次第皆さんにお見せさせて、お見せさせて、いつもここへなので、うん、ね、ちょっとあのチラ見せ希望の方も結構いるみたいで、ね、チラ見せもさせますって、あのしますって言ったので、うん、でも全部見せちゃうと楽しみがなくなっちゃうと思うので、チラ見せ程度であの映させていただきますのでよろしくお願いします。はい、ただもうこんだけね、あのバレンタインのセットなのにお待たせしてしまうので、プラスもう一苗サービスで入れさせていただきますので、そこはお詫びの気持ちとして一苗多く入れさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、はい、本当に申し訳ございません。絶対もうね、楽しみにしてね、ご購入していただいているのに、ね、本当に申し訳ないなと思って、ただちょっとでもこう凍結してしまうと苗がこうペシャって潰れたりしてしまってダメージを受けてしまうのでね、1週間してからそのダメージが出てきたとかそういうこともあるので、うん、やっぱり安全に輸入をしたいので少々お待ちください。はい、はい、実際にね、結構凍っちゃって、ちょっと前かな、うん、年末かに到着した苗、うん、なんかもうやっぱり部分的に凍ってしまってる品種もあって、うん、その品種一品種も全部ダメでした、うん、はい、そういうこともあってね、飛行機から降ろされても室内の暖かいところで管理してもらえるわけじゃないので、うん、屋外の、ね、倉庫で管理されて、そこで検査を受けるまで待たされているような状態になるので、うん、申し訳ないですが、よろしくお願いします。はい、期待に添えられるように可愛い苗はちゃんと送らせていただきますので、はい、そこだけは楽しみにお待ちください。はい、はい、はい、すみません。はい、はい、今日はご質問にちょっと答えましたね。はい、はいはい、じゃあはい、まずここからね、ハモさん誕生日おめでとうございます。良い意味でもっと 上なのかと思っていました。どっちのどういう意味だ。うちの息子と変わらないです。はい、それなのにトロピさんを切り盛りしてもらっ、トロピさんを切り盛りしてらしてすごいですね。ありがとうございます。これからも頑張ってくださいね、応援してます。はい、ありがとうございます。まあ、まあ、もっとしっかりしてると思ったんで、はい、あ、そっかそっか。はい、しっかりしてると思ったんでね。ありがとうございます。はい、で質問です。はい、大型エケベリアがもうすぐ届くのですが、今までその大きさを育てたことがないのですが、鉢の大きさをもう一度紹介してくださると嬉しいです。はい、ね、うん、他の方にもそれ質問いただいてて、うん、鉢の大きさなんですが、うん、こんな感じです。はい、あの4号から5号あれば間違いなく入ります。うん、例えば Y シリーズだと4、うん、
缶のシリーズだとこんな感じです、うん、ただカンテとかは4号だとちょっともうねパツパツでかわいそうなのでこんな感じ、うん、ある程度根が出るまではねこんなもんでも大丈夫だと思うんだけど ね、うんうん、ねこれね外なんかこう水吸って広がるとカンテってバッて広がるから、うん、他の苗に当たってやっぱりカンテ自体も粉が剥げてしまったりとかしてしまうので、うん、できればね1個ぐらいのがいいと思います、うん、で5でももちろん広がるのであの春になったらね鉢増ししてあげてもいいと思います。だから基本は4と5のサイズがあればいいかなと思います、うん、昨日この5のサイズも A の50販売させていただきました。たくさんのご購入ありがとうございます、はい、あの本当に使いやすいあの鉢なのであの大きいセットにも全然50でいいと思います。もう普段自分は新しくね植え替えるときは A の50使ってるのでこんな感じです、はい、だから5号サイズもしくは4号サイズがあればいいかと思います、はいはい、で春になったら鉢増し全体的にしてあげるといいと思います、はいはい、ちょっと下ろすね一回、はいはい、大丈夫かな。でもこれこの鉢でも鉢増した方がいいぐらい大きいってすごい迫力あるね。あの今までそんなめったに使わないサイズの宅急便の箱100サイズっていう箱なんだけど、うん、それで入れさせていただいてます、はい、もちろん80サイズでは全然入んないので、うん、俺も大きい株が好きだからさみんなが同じ感覚でいたら喜んでくれるのかなって思うとちょっと考えただけでワクワクするね、うん、大きい株っていいもんね、うんうん、はいじゃあ次いきます、はいいつも YouTube 楽しみに勉強させていただいています、はい、ありがとうございます。以前ミニ苗で購入したセントルイスです。今日何気なく見ていたら葉先が黒くシミみたいなものができていました。今までの我が家の冬は日当たりが悪い暖かい室内管理でしたが引っ越しをしたため日当たりが良い暖かい室内管理になりました。一気に日当たりの良い場所に置いたわけではないのですがこの子だけ黒くなってしまいました。お忙しいところ申し訳ありませんがお時間のある時に教えていただければ幸いです、はい、2枚写真を送ります。はい、どんな黒くなったの、はい、黒く、うん、あ、中心のところが、うん、日当たりはいいんだよね。日当たり良くなっちゃったんだ。良くなったんだよね、うん、じゃあ、うん、あの急に日に当たって焦げちゃってるんだねこれはね、うん、ね、ちょっとなんとなく開いてる感じがするので、うん、少し徒長気味だったところに日が急に当たって焦げてるんだと思います、はい、なので少しね日をもう少し避けてあげて、うん、ね、調整してあげてください。やっぱりこうこっから春に向けてもそうなんだけど今まで冬越しのためにお家の中でずっと管理していて、うん、明るい窓辺だとしても結構外屋外と室内って明るい窓辺だとしても全然違うんだよね、うん、やっぱりね若干違うところがあるので少しずつ日に当てて慣らしてあげるようにしてください。はい、はい、この時期でも早けしっかりするからね、うん、はい、はい、じゃあ次かな。大丈夫、はい、だんだん春が近づいている気配を感じたのか、はい、なかなか発根しなかったカンテにチビネを発見、うん、楽しみです、はい、さて以前購入したキャンディークリスタータのが写真のように丸まってしまいましたので、うん、こういう場合はカットしてみるというのを参考にしました、はい、あのトロピカルさんのカット苗の、カット後の苗の様子はどんな感じですか。私はこれからどうここから発根してどうなっていくのか想像できません。多分トロピカルさんの方が変化早いだろうと思われますので変化があったら教えていただけたら嬉しいです。まだ出てないよね、はい、うん、こんな感じまだ出てないね、うん、1個も出てないですまだ、うん、あちょっとここ嫌な色になってるほら見て本当だね。ここちょっと切った途中でこんな嫌な色になってるので取っちゃいます、はい、こうやってねダメになっちゃったところもさっとスパッと取っちゃえば全然大丈夫なのでちょっと今見て気づいてあげて、うんうん、そうだね、うん、でちょっとダメになったところの切り口も綺麗にこうやって切ってあげると、うん、大丈夫なのでどうして急にダメになったんだろう、ね、ね、あちょっと黒いほら黒いとこは綺麗に取ってあげます。あ大丈夫、はい、ね、見てこっち側もほらこんな風にでもまだ根っこは出てません。うん、あの傷んでしまった時石化とかあと増やす時もそうなんだけど、うん、ピーってきれいに縦に裂いてあげて、はい、こんな感じで切ってあげると増やすことができます。で、はい、こっち傷んでなかったとしてこうやって2つに割ってね、うん、やってあげるとできます、はい、こっちもかわいそうだねまだ生きられる、うん、こういうところもきれいに取ってあげて気持ちいいんだよこれ野菜切ってるみたい、ね、こういうふうに
なんだとか取ってまた。お花みたい。うん、かわいい。ね、うん、あの切ったとこまだ変化ないです。うん、もう少しするとね、きっと根が出てくると思うので、そしたら植え付けます。うんうん、また、ね、これ根が出てきたら様子を見せていきたいかなって。うん、ね、もっと横から見ても出てないもんね。でもね、だいたいこうやってほら、ちょっとポコポコってなってくるんだよ。うん、そうするとそこから根が出てくるので、うん、もう少し立ててこのままこうやって管理してあげるといいと思います。はい。はい。はい、じゃあ次は、はい、ちょっとこれね、コメント欄の質問なんですけど、はい、エレガントセットの購入させていただきました。ありがとうございます。質問なんですが、はい、寄せ植えにパープルディライト2色を入れても、他のエケベリアと同様に直接日光に当てても大丈夫でしょうか。2色なので焦げたりしないか少し心配しています。あ、アプリコット美人とかパープルディライト2色、うん、これは焦げにはそこまで弱くはないです。うんうん、そうだね、夏の暑さは弱いのでちょっと若干、うん、風通しと日は若干避けてあげた方がいいです、夏はね。うん、であんまりただ寄せ植えにすると、そうだよね、他と同じ環境になっちゃうっていうことで、からね、うん、そうだよね、うん、そこまで自分ではそんなに気にしてなかったけど、そんなに弱い品種じゃないからね、うん、だから気持ちさ、苗と苗の間でこう、うん、そうだね、うん、影にしてあげるような、ね、ちょっと大きめのやつでね、ちょっと安心かもね。うん、そうだね。あとはどうしてもパープルディライトの2色って、うん、これはまだ全然伸びてないんだけど、上に伸びてきてしまいます。うん、で伸びてきたところをちょっと1回カットしてあげるといいです。うん、でカットして保険株として取っといてあげて、また下からそうすると群生みたいになって出てきてくれるので、うん、そういう風にして寄せ植えの中をちょっとこう彩りつけてあげてもいいかなと思います。うん、そうだね。あんまりね、でもね、日に当てすぎると葉緑体が増えすぎてしまって2色の部分が薄くなっちゃったりするよね。うん、薄くなっちゃったりするんだけど、まあ、ここも結構日当たりいいところに置いてるけど、焦げたりはしてないかな、うん、今のところね。プリコット美人とパープルディライトは同じような環境で大丈夫かな。うん、そうだね。だから、まあ、寄せ植えを作るにあたってはそこまで気にしなくて、そうだね、大丈夫ってことでいいかな。まださ、他の2色のものと比べてレモンローズ2色とか、うん、あとバークレー2色とか、あの辺って焦げやすい理由って葉があと薄いんだよね、うん、薄いので溜め込める水分量も少ないので余計に焦げやすいっていうのもあると思います、うん、結構パープルディライトとかアプリコットって肉が厚いので、そこまで焦げる心配はそんなにしなくても大丈夫かなっていう感じがします。はい、はい、もしちょっとでもこう土が茶色くなったりしたら少し避けてあげるといいかなと思います。はい、はいはい、じゃあ次ね、実は22年のバレンタインセットで購入しましたピーチゼリー、うん、2つ持っていて私のお気に入りなんですが、うん、1つが形が崩れてきてどう育てればいいのかと思っています。うん、大きく育っていて一押しの方がこんなことに、何枚か写真を送りますので今後の良い仕立て方を教えてください。これ後でやった方がいいんかな、一応こんな感じなんだけど、仕立て直し方っていうと後でゆっくりやった方がいいかもね。そうだね。あ、でも可愛い、なんか石灰になってるんだね、うん、これはこれで可愛いと思うけど、うん、ねえ、なのでこのまま石灰にしてあげてもいいんじゃないかなと思います。うん、これを切って離すのちょっと難しいかな、まだね、うんうん、そのまま少し様子を見て、うん、この真ん中でちょっと2つに割れてるっぽいところがあるので、うん、そこがしっかり割れるようになったら切り離してあげてもいいと思います。はい、はい、で4枚目はもう一つのピーチゼリーです。普通の形ですね、うん、今年はあまりピンクになっていませんが、で去年はこんなに綺麗だったのにっていうね、綺麗な時の状態。あ、本当だ、うん、ね、今年でもさ、暖かかったり寒かったりね、うん、お菓子のあれだから、うん、ね、でもすごい綺麗だね、うん、そうだね、うん、でもね、全然そんなに状態悪くなさそうだもんね、うん、全然悪くない、うん、元気いっぱいの状態だし綺麗な石灰になってるしと思います。はい、はい、はい、じゃあ一応今日はこんな感じで、はい、はい、大丈夫ですかね。他にも質問たくさんいただいてるんですけど、一応ちょっとまたまとめてから、はい、はい、お答えしたいと思います。はい、はい、大丈夫、うん、なんかお知らせとかは大丈夫かな。中サイズのエケベリアがまた可愛いのがどんどん入荷してるので、うん、また紹介していきます。はい、あ、そうだ、うん、これだけちょっとお知らせさせていただきます。はい、どうしようかな、向こうで見せていい、うん、じゃあちょっといい、じゃあ、はい、飛んで、はい、ピョン、はい、ピョン、はい、そうそうそう、さ、中サイズのエケベリアのセット、うん、期間限定で、うん、ちょっと寄せ植えが楽しめるレッドベリーと、うんうん、中サイズの中にこれが入る。そう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 、ランダムに入ります。はい、でこのプチプチケ、これレッドベリーね、見て。しかもちょっと石灰っぽくもらってるんで、普通のもついてるんだけど、ほら、うん、面白くない？面白いね。ね、レッドベリーって寄せ植えに使うとすっごい便利なので、うんうん、このままプチプチ外してもらって隙間に入れてもらうとすごく可愛いです。
レッドベリーだよね、うん、ベリーみたいだね、本当に。そうでしょ、すっごい可愛いでしょ、うん、今回いつもにも増してベリーみたいだね、うん、かわいい。あのクランベリーとかさ、うん、そういう系に見えるよね、うん、で、これはベビーフィンガー、うんうん、で、これレッドベリーとか全部同じものばっかり入ってしまうとあれなので、同じ系統ばっかりね、あのプチプチ系が今回どれか1個つきますっていう感じにさせていただきます、はい、なのでレッドベリーかベビーフィンガーか、うん、これアメチスティヌム、うん、ね、あの在庫がある限りはやらせていただきます、はい、期間限定でこのプチプチ系が入る寄せ植えセット、うん、あの8種類のセットとか10種類の、あ、10種類じゃない、20種類とか30種類とかの寄せ植えセットに入ります、はい、で肝心な、うん、寄せ植えセットもみせようか、うん、なよ、はい、今現状まあそんな変わんないかな、うん、変わんないけど鮮やかです。で、いつもより閉まってる、あの冬だからね、閉まってるので、うん、ちょっとなんか小ぶりな感じはしますが、閉まってて小ぶりになってるだけなので、もともとの個体自体はでかいと、うん、個体自体は本来は水吸ってパンってなると大きくなります、はい、こんな感じね、はい、はい、あ、これかわいい、うん、ね、そうだね。だからこれが例えば今8種類のセットだと、うん、LINE のお友達登録で10種類になるので、うん、その10種類のうちの1種類がベビーフィンガーとかアメチスティヌムとかレッドベリーが入るようになります。他の9種類はエケベリアが入ります。はい、はい、そんな感じかな。これも可愛い、はい、ちょっとさ、この赤い時期に緑が入ると嬉しいんだけど。そうだね。あ、そうだ、ちょっともっと見せてもいい？うん、これとか見て、これも中サイズのエケベリアに入る。これはもう名前がついてるモロッコってやつなんだけど、すっごい綺麗なの。うんうん、目が回っちゃいそうじゃない、うん、そうだね、モロッコ、あの展開の仕方が面白いんだろうね。なんかあのまたこれ、うん、新品種っていうかあのリストに書いておきます、はい、かね、かわいいなと思う。これシャルモン、シャルモン、かわいくない、うん、これも寄せ植えセットの中に入ります。はい、あとはロザリア、かわいいね、これね、色がいいね、ね、でちょっと似てるんだけどヒアリナ、色味がちょっと紫系と赤系で違う感じなんだけど、うん、ヒアリナとロザリア、はい、これもまた新あの追加されます。これ見た人は見分けがつくかも ね、 この2つの赤と紫の、ね、うん、違いでね、うん、はい、そんな感じでまだまだ、ね、どんどん追加させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、そんな感じで、そんな感じで、うん、大丈夫、はい、はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。